で映画への早いアクションが起きているか。ただこれだとオルドロン0ポイント、バレた。ラズがここでマークされた。スローフィールド展開、引けないところ。さあリコニュースターラズ、さらには前振り君、サイトルは取り残された。デップここは一時交換となったが、ブラックイズエリアに続いている。スポーンカバー、最後はブラックイズだ。ファーストラウンドはノーセプション。まあ、大田さんのおっしゃる通り、この試食率の高さ、まあ、もちろんそうなんですけど、やはり今日のノーセプション攻撃的に行きましたね。勢いがありましたよね。じわじわと来るんであれば、あのショーティーをもっと生かしてたかもしれないですけど、オールドローンによってラズがやはり身動き取れなくなりましたね。特にこう中で粘りたかったデップもそうなんですけど、2人がかりで一気にそこを倒してサイト中の制圧を優先したというのも大きかったでしょう。ラズとしても苦しい立ち位置でしたね。はい、さあセカンドラウンド、またしても映画は多くのアビリティが入っている。面白いですね。ここは間一髪ランディブで逃げ出したが、メテオの行方は止まらない。1キル取ってそのままサイト上ダブルピーク、フラグメント、テンがメテオを落としたがノーセプション。サイト内を一気に制圧、 A スタックを潰し切りました。早いですね、これ流れちょっと落ち着いて変えたいですね、ゼータとしては。まあ、でもまだ2ラウンドですから、ゼータとしてもあまり慌ててないんじゃないかなと僕は思いますけどね。まあまあファーストを落としてしまった以上は、特にここのバイラウンドが重要となるでしょうか。ノーセプションとしてもここは無理にはいかないと思いますけれども、狙いますかね。今回も速そうですね。映画のアクション、中央しっかりとホントを壊して動いているが、ファーストから動いた。前目でメテオを潰していきました。これでエントリーが少し遅くなりますね。ゼロポイントに恐れず前に出て、しっかりとランデブーで引くことに成功。いや、クローは最初のリコンボルトを打って前方を引かせたあたりで、自分が逆に前に出てエリアを取ったんですね。足音も聞けるのでかなりいいポジションですよ。いいポジションですよね。強気の位置が功を奏したか。 B 側の音を聞こえているゼータディビジョン。なんだったらこれ別にリテイクでもいい、なんだったらこれ別にリテイクでもいいわけですからね、うん、リテイク用のカーテンも引いてますし、まあ、主眼ゼロが時間これですね。これで遅延させてリテイク配置ですね。サイト中はスネークバイトでの遅延が入っている。バリアオーブがないので設置がかなり苦しいか。ただメテオがいないとは言いつつ、なんか普通にバックサイトまで勝負しに行きそうな気がしますけど。ゼロポイントの前にホントの開始、飛び出したシュガーゼロ、そこにデリアリー、スペクターでのカバー入る。さらにはサイトの中ではブラックイーズ、これシュガーゼロ落としたので人数差イーブン3対3。中央との打ち合い、逃げれない。サイト中ラズがダブルキル、残されたデリアリー。ここでクローのオールドローン、デリアリもチャンスありますね。イエロー側から飛んできているのは今ので把握できると思います。残り HP も少ない状態で迫ってくるラゼ、頭に入っている。ここは落ち着いたヘッドショット。このラウンドクアドラキル、ツールドフォースも貯めましたラゼ。しかしまあ削れましたね。ノーセプションも設置して3名削りましたからね。そうですよね。シールドも剥がして人数状況だけで言えば有利だったはずなんですけれども、やはりこう相手の待ち構えてるラインまで勝負しに行きましたね。そして最後残ったデリアリーも残り HP 少ないながらスペクターでのヘッドショット、あれがバンダルだったと思うとヒヤリとしたことでしょうね。デリアリーあの雪だるまよく倒しましたよね、スペクターで。そうですね、はい、あのロングレンジ結構難しいですからね。ここでノーセプションはバイラウンド、対してラズはツールドフォース。クレジット的に少し苦しい部分があるかデータディビジョン。前目の勝負、ここはリコンで返しましたか。サイトラがゼロポイント、オールドロン、またしてもセットが、これでツールドフォースを潰しましたね。こうなるともう一度サイト下がるしかなくなったのでリテイクになると思います。ランデブーを使った瞬間を見逃しませんでした。一気にサイトライン、ツールドフォース安定してしまった。メテオそこまで入った。メテオはスポン側まで勝負しに行っていたか。リテイクの要デップが落とされてしまった。ヘムした、一気に飛び降りてきたラズ。一気にスポン側ついていく。スポン側カーテン越しの勝負、ショックボルト、いやいいタイミングですね。さらにはスネークバイトが行く手を阻む。ノーセプションとしては引く判断。
相手にアビリティを使わせてしっかりと人数差を生かしていこうというところだが、残されたシグハゼロ横を取った、ワンオンワン、リーチ分かってる、これさっきリーチ見たんだよ。おー、クバイト越し飛び出した全風、3ラウンド目はノーセプション、強気に行きましたね最後も。しかしまあゆえさん、はい、あのエントリーですよ、エルボー側から一気にスポーまで、なんならカーテン抜けていましたね。ジョジョのこうゼロポイントのタイミングも本当に的確で、開幕打つのではなく相手の位置が分かった段階で一歩下げさせたところにゼロポイントを当てたことによって、もうサイトの中で守れない状況を作った、はい、それだけではないですよね。サイトの中に入って設置する段階でその自分たちの立てたトキシックスクリーンを抜けていってリテイクする相手がこうアビリティを打ってくる不意をついてうまく鉄砲を落としたりだとかっていういいプレーが目立ちますよね。そうですね、特に何て言いますかね、こう相手を引かせてからサイトの中に入るまでのタイムラグっていうのが一切感じさせないような、短いですよね、はい、ノースピョンらしい素晴らしいセットアップですね。逆に昨日のアセントでその戦い方でこうライン戦で苦しめられてて、うん、そこにまあ相手を引かせた後時間をかけさせずそこからすぐさまセットに行くっていうある意味改善できている部分なのかなと思いましたね、うんうん、はい。この昨日の試合の中でこのオフライン慣れ、この環境に慣れた、そういったのもこの強気な部分の源になっているんでしょう。そのまま映画オールドローを流して進行を試みます。これ鍵なのは全フですかね。全フがいい位置ですね。キングエルボー横から飛び出すですね。ただクローがブラックイズの位置バリアブの隙は捉えきれない、全員の裏手にバレている、正面はデップが叩き潰していく、全フもバレましたね。強気に勝負を仕掛けていく、そこは全フデリアリー抑えていきました。ラズロオペレーターデップのトリプルキル、自分たちの流れというものを掴みかけているんでしょうか。ゼータディビジョンとしては連続してのラウンド食4連続、まずあのタイムアウトを取ってから先頭のラインをだいぶ変えましたよね、はい、かなり高めの位置で勝負をすることをやめて一歩下がったところで迎え撃つ、要は相手のアビリティをちゃんと見て抑えていこうという動きに切り替わってます。ノーセプションも早いセットをやめて今はオペレーターを出してワンピックを狙っていたんですけどそこが落ちてしまう、というかノーセプションの今のラウンドを落とすパターンとしてメテオを序盤に書いてしまうっていうのが少し問題になってますね。どうこれをクリアしていくか、我々視点でもこう落とされるかといったようなシチュエーションですけれども、そうなんですよね、まあ、そこはこの国内最高峰の戦い、そしてそのグランドファイナルの中での一級品の打ち合いが見せる技でしょうか。さあ最低の中ではアビリティ、そして打ち合いが始まっている、シュガーゼロクロー、デップシュガーゼロクロー、いやもうこれは完璧ですね、完全に相手の攻めをなんだろうインプット完了しますね。アビリティを打ってそしてその後の打ち合いでは複数射線を組んでいました。だから後ろに下がりすぎるともうそれ以上荒らされて厳しいからサイトの中このエルボーのラインをうまく抑えていくことによって自分たちのフィールドで戦闘することができてますよね。しかも常にこの打ち合いでは2射線カバーがついているですね。この片側の射線に集中できるというのはこのサイトの中の天の存在も大きいですかね。うん、大きいですね。これ A サイト隙がなくなってきたんでどうにかミッドか B をコントロールして揺さぶりたいところですけど、うん、先ほどのミッドとかのプレッシャーも見てるとどう取るかですね。ノーセプとしてもあ A がねその最初はラズが見ていましたけど、うん、あのセットアップに対してラズが B に寄ったので、うん、結果 A のエージェントはかなり守りやすいエージェントになってますからね今ね。そうですね、どうしても B 面をオペレーターで抑えられてしまうとオールドローン、さらにはまあゼロポイントも使わされてしまう、さらにはダブルイニシエーターということで他の情報を相手に与えてしまうこともありますよね。はい、小勝負ですね。6対3、ここはノーセプションのタイムアウト後のラウンド、オペレーターやめましたね金額的にっていうところで。ここはジョジョヌルコマンドが上がっているのでこれをうまく使っていきたいですね。ここ面白いタイムアウト後映画は早い動きになるのかリカバリーできますかね、はい、再び入り方を調整したい。ケントシュガーセルが待ち受けているが
ゼロポイントのタイミングを変えるか。かなり低めのポジションリテイク配置でしょうか。でも結果的にこれでクリアリングが割とできましたよね。ポイズンクラウドの中シューガーゼロナイトホールド開始。すぐに打ち返すネルコマンド。サイトライダー11交換。ノーセプション側がやや有利か。当たってる。ゼロポイントに当たりに行きますか。おお抜いた。スクリーン抜き。サイトランデップ一人で耐える形となっている。そうですね、合流を待たないといけないので、なんとか一人持っていきましたが、ジョジョのカバー。これで裏にラズがいるのはバレましたね。ワンブイツスポン側。マジか。ゼロポイント位置がバレます。フラッシュドライブ。テレポート可能だ。おお最後はメテオしっかりと待ち受けていきました。タイムアウト後のラウンド取っていったのはノーセプション。今のラウンドはそうですね、情報の結果というところにはなるんですけれども、少しこうアビリティを放って勝負する、索敵するラインを変えましたね、うん、手前までできるだけ早く入っていきながら、そのサイトの中が広く取れるゼロポイントを放つことによって、結果相手がいないことが分かったので、あとはその逆サイドに離婚をね、その上のショックボルト慌てないですね。本当にしかも打ってる先見てください、下がるところ打ってるんですよ。下がるところ打ってますね、うん、さあこのラウンドノーセプションとしてはエコラウンドを強いられる。 B 面にはラズのオペレーター。チューブの勝負はクロダブルキル。ジョジョはなんとかカバーをするも被害はかなり大きいか。2 on 4武器を取りに行きたいが、そこの車線はデップが抑えている。デップの飛び出し天のカバー。データディビジョン逆転に成功。不思議ですね、クロウがここまで強気なプレーを見せることって普段のゼータだと全く想像がつかないんですけどね。これもオフライン独特のプレイになるでしょうか。いやー鋭い三人気ですね。あとこのデップの独特のリズムというか、顔の出し方打ち方っていうところが目立ってますね。敵としてはこう勝負のパターン変えられるのが一番嫌ですよね。自分たちの流れをつかみたいノーセプション。ここのバイラウンドメテオは攻めのオペレーター。サイトライン頭1個。昨日もそうでしたけど、このラズと割と勝負したいんじゃないですかね。ね、そうだと思います。エルボー見えた、今の打ち勝ちますか。確かにエイモー1対1は天の方が勝ってたと思いますけど、でもバンダルですからね、オペレーター相手。メテオを書いてしまったノーセプション、そのまま映画オールドローを流して進行を試みます。これ鍵なのは全符ですかね。全符がいい位置ですね。キングエルボー横から飛び出すですね。ただクロウがブラックイズの位置バリアブの隙は捉えきれない。前の裏取りバレている。正面はデップが叩き潰していく。全符もバレましたね。強気に勝負を仕掛けていく。そこは全フデリアリー抑えていきました。ラズのオペレーターデップのトリプルキル。自分たちの流れというものをつかみかけているんでしょうか。ゼータディビジョンとしては連続してのラウンド色4連続。まずタイムアウトを取ってから先頭のラインをだいぶ変えましたよね、はい、やはり高めの位置で勝負をすることをやめて一歩下がったところで迎え撃つ、要は相手のアビリティをちゃんと見て抑えていこうという動きに切り替わっています。ノーセプションも早いセットをやめて今はオペレーターを出してワンピックを狙っていたんですけど、そこが落ちてしまう、というかノーセプションの今のラウンドを落とすパターンとしてメテオを序盤に書いてしまうっていうのが少し問題になってますね。どうこれをクリアしていくか。我々視点でもこう落とされるかといったようなシチュエーションですけれども。そうなんですよね、まあ、そこはこの国内最高峰の戦い、そしてそのグランドファイナルの中での一級品の打ち合いが見せる技でしょうか。さあ最低の中ではアビリティ、そして打ち合いが始まっている。シュガーゼロクロー、デップシュガーゼロクロー、
いやもうこれは完璧ですね。完全に相手の攻めをなんだろうインプット完了しますね。アビリティを、ここは中央ポイズンクラウドからの進行ですけれども、チーム詰め、おそのまま抜けた。お互いのヘッドハンターでキルを取り合うような立ち上がりとなりました。しかも壁で塞ぎましたね、うん、点が徐々として B サイトプラントに入ります。これかなりラズのポジションが厄介ですよね。いると分かっていながらもそこを処理しないといけない。これデリアリーラズの位置に気づけるか。ここはヘッドハンター、いやーキッチンを取り返す必要があります。スポン側のメテオ、前夫はヘッドハンターで点を落としていますか。スポン側、うおー残されたゼフ、やはりラズがかなりいやらしいポジション入ってますね。 1V3 シチュエーション、正面の打ち合い、ここもラズ強い。ファーストラウンド4人を抜いていきましたラズ。いや前夫も嫌でしょうね、うんうん、取り返したいのにこうラズの存在をまずどうにかしないといけないというので時間を使わされましたよね。そうですね、面白いですね。ここを抜けた後2人で抜けた後裏にこう壁を張って取り返しにくくするっていう、あのバリアオーブがあるかないかで全然多分ラウンドの色違ったと思いますよね。そうなんですよね、あのバリアオーブがあるから壊す時間もファーストラウンドどうしてもピストルだとかかりますし、はい、中部を抜けていくしかないんですよね。ここも早いですね。セカンドラウンド、ラザこのラウンドヘビーアーマーバンダル、ノーセクション悪くないですよ。 A サイト内サイトラのメテオの位置、チャンスありますよ。ショーティバンダル拾った、メテオカバー早い、プロカバーやっただいぶ削れてる。ゲームはヘッドハンターで取り返しにダブルキル、武器も取った、人数優位はノーセプション、ステンが取り返す。サイトラジョジョ、ワンバイワンを取り切ったのはゼフ、ヘッドハンターダブルキルからの最後はバンダルで決めました。何か必要か、キーになったのは何度も話しちゃいますけどゼロポイントのタイミングが良かったですね。ちょうどあれがおそらく4人に当たったと思うんですよ。でアビリティがない中でこう一旦奥を制圧しに行かないといけない危険なラインだったんですよね。でそこに対してあのジェネレーターの横に隠れていたメテオに倒されてしまったことによってこう設置も少し難しくなりましたからね。もう相手の視線車線誘導みたいなのもうまかった。まあ、テンクローが見つかった瞬間にもうノーセプションもあんまこっち本命だなってかなり人数寄せれていたんですけどね。あとクローも実はラズの反対側これ壁上ね乗っててっていうので一人仕留めてましたからね。まあ、設置をするためには安全に設置をするんじゃなくてああやって誰かが前に出て、まあ、キルが狙えるんだったら狙う、狙えなくてもあのおかげで設置ができるっていうところがプランだったと思います。あのクローがバイパー落とせたのは良かったですね。リミのオペレーター強気な位置を崩さないメテオ、ただブリンクアウトしてしまったのでイエローへの進行うまいですね。メイクバイトでの足止めが入っています。順番にアビリティを使ってしっかりとこのイエロー側をキープしましたね。ラインを下げて守るノーセプション、ただ B 側へは厚く守れているか、うん、集まれてますし、まあ、オペレーターの脅威というのは変わっていませんから先ほどなんだったらブレードストーンもある。先ほどのラウンドと似た動きになってますねお互い、うん、ただノーセプションは先ほどと違って待ち方タイミングずらすでしょう。さあ今度は攻め側のハンターズフューリーです。サイトラカヌルコマンドの開始、さらにはブレードストーンを切ったらメテオ来ましたから待つしかないでしょうね。サイトラカ強い持っていたラズをメテオがブレードストームで落とします。相手の進行を許さないノーセプション、ここは裏からも挟んでいくか。エリア的にかなり不利を強いられているのはゼータディビション B 面イエロー、うーんでも裏は抑えられてますからね。限られたポジションからノーセプションを突き崩さなければいけない。まずはバリアオブからのプラント、優先しましたね。ブレードストーン抜けていったところデップのファントム、これデップのポジションがかなり強いですね。強気なポジション落とさないといけない。潰しに行く上昇だが負けないのがデップ、さらにはクローンのカバー、前夫も一時バレましたね。ここはオペレーターを拾ってセーブの判断になりますかね。あでももちろんセーブを狩りに行きますよこれは。あ見えた頭上ヘッドハンターヘッドショット、ただ囲まれてるぞ。
キッチンの進行。おお。二人でキッチンを飛んだ。おお。トリプルキルを取りましたが、最後はテンがオペレーターを落とし、セーブは許しませんでした。ゼータディビション。とんでもないフリック出ましたね。いやー来ましたよ。来ましたね。来ましたね、全フリック。全フリック。オペレーターからのヘッドハンターに切り替え、そしてヘッドショット。あの二人目三人目ちょっとすごい反応でしたね。ただそれでもラウンドが取れなかったというのが少し痛いでしょうか。いやー一瞬のしかも惜しかったですからね、最後はプレー待ってましたよね。素晴らしいプレーです。これゼータのうまいとこ、今のラウンドもファーストブラッド取ったのノーセプションで人数も寄せれていて、ただ昨日からやっぱそうなんですけど、バッとプレッシャーかけた後一旦止まって様子見て相手を迷わして自分たちはまた再度構築してどう攻めていくかっていうのを考える時間を作って、そこが結局ノーセプションの B の守りが薄くなってゼータのタイミングが噛み合ってっていうところもあったと思うので、まあでも想定しているタイミングをこううまくずらすためにこのハンターズフューリーを打ったんだと思います。はいはいはい、あの辺の攻め方うまいですよね。うまいですね。さあここは一度ノーセプションはタイムアウトを取りました。一時は追いついたはずですが、ゼータディビションここに来たのに2ラウンド連続取得、さらにはこのラウンドクレジット的にかなり苦しいノーセプションとしては調整、いやメテオはこの購入結構ヒーローバイみたいな感じですけれども、まあ次も一応変えはしますからね。かなり強気の位置、奥目のシーズ、そしてプラウダー戦闘フェイド上から、いやでもうまくスモークで隠れた。なんだジョジョ天を落としているぞ。なぜ生き残れてるんだ。デリアリーのクラシック上にいるぞ。サイトライン熱い射線が食われている。引き切ることはできません。ジョジョメテオ、うわスリフティン、さらにはパーフェクト、全員生存でのこのラウンド試食。いやもう メテオの判断力も大きかったですよね。なぜ生き残れたのか、すごいですね。誰一人かけることなく9ラウンド目を取得しましたノーセプション。あの数秒の時間稼ぎと結局メテオをキングウーラン残したことによって味方が安全にこのサイトの中で援軍しに行くことができたんですよね。前フのラドリも相まって相手の位置を確定、さらには A 側4ギリギリ落として変えるレベルか。アタッカーサイドなので誰かがちょっとこう武器を購入するのを我慢するということになるでしょうか。このマップですとそうですね、政治の天が設置役として、しかしこの2キルからのブラックイズの立ち回りですよね。あえてこうバイパスピットを高めに耐えたことを利用して自分たちで詰めていく。そうですね、うん、引いて2人倒して今度前に詰めていって3人目っていう、あの辺の駆け引きうまいですよね。さあ B 名移りましたね。3、4名ほど移りましたかね。プララ越しオペレーター、もう一度ラストのオペレーター勝負、ハンドフィリーイエロー、これこのアビリティを使ってうまく取ろうとしますね。ただ B がシーズンで逃げれない、固まっているノーセプション。ラスト落とした。ジョジョは雪だるまから抜きましたか。 B 硬いですね、守り押せるの通りも F が抑えている。頭抜いた、ベースバックを抜ける。中央の全フが落とされましたが状況はズオン4、ノーセプション側が圧倒的に有利か。映画は、うん、ブラックイズが死人、まあですね、情報だけ取って人数有利ですから落ち着いてリテイクすればいいと。あと30秒、バリアーボを使ってロングプラントを仕掛けますが締める、ラフターからヌルコマンド、さらにはスポーンサイト中まで入り込んでいるメテオ、うん、このラウンドもノーセプション。いや素晴らしいですね、あの B のあれだけこうアビリティを合わせて下がりたくなるはずのイエローから一切下がることなく手前のラインで抑え切りましたね。マッチポイントがかかります。先にマッチポイントを点灯させたのはノーセプション。
そしてゼータディビジョンとしてはこのラウンドクレジットに余裕がありません。太田さんから見てどう思いました？なんかね、やっぱジョジョと、まあ、特にあのメテオのクラウドバーストの使い方も絶妙だと思うんですよね。そうですね、これちょっと崩し方ずっと考えてるんですけど、いや本当にトラップに気づかれた。うまいなって感じますね。さあ B メイン、まあ、引きますよね。データランデブ、こっからなんですよね、課題が。はい、データとしてもさあここまでは取れる、イエローまでは取れるが、その先が取れない。イエローラゼフ、おっ打ち落とした。全部使う、サイトラインにショットボールが入りましたが、ここは点、設置成功。オーバータイムなるか。さあリコンが上がった、どこに打つか。裏から、裏切り打ったところを逃しません。裏も来てますね。さあ行くしかない、フラッシュライブかな。自分たちから行ったバイパーズピットの中、おー倒した。バイパーズピットの尻2名抜いていきました。